際に相手の命を絶ちに来たか。体力の消耗をしてなお最も破壊力のある技で。だがこの決断は十分予想できたよ。これが最後の攻撃だ。やばい、踏み込まれた。止めた。デプテロールの回転をシャットアウト。頼みの綱が切れた。行け、一気に切るぜ。リバーだ。リバーブローが刺さっている。直撃された。カウンターだ。アバラを3つ持っていかれた。挑戦者悶絶。チャンピオン腰を落とす。ガゼルパンチ。首を引っこ抜いた。これはベルトを奪った時のフィニッシュパターン。初めからこれを狙っていたのか。この流れ、この流れの次は嵐のような電波シーロールだ。逃げろ、そこから逃げろ。逃がすな、仕留めるんじゃ。倒れろ、倒れろ。もう嵐が続かない。耐えろ、耐えるんだ。マクロチ君は僕の攻撃を全て耐えたじゃないか。耐えきれば君はもう動けない。僕の勝ちだ。体がきしむ。足腰が粘らない。全てを出し切った。これで倒れなかったら僕の。止まってしまった。マクドウズのパンチが返ってこない。耐えたぞ。僕の勝ちだ。この強いチャンピオンに勝った。どうだ、マクドウズ一歩フィニッシュじゃ。サラダ押せば通れる。小僧、まだ終わっとらんぞ。最後の最後まで諦めるでない。動く。かろうじて神経がつながっている。パンチをもらってないのに倒れるわけにいかないよ。倒れるならもう一つ、せめてもう一つ。これを当ててから。バカな、動けるはずないのに。撃て、撃ち込めばとどめじゃ。構想の強打が見る影もなくなってしまった。終わりだ。勝ちだ。僕は幕の内一歩の強打に耐え抜いたんだ。この強いチャンピオンに打ち勝ったんだ。この上ない勝利だ。満足だ。挑戦者倒れた。フィニッシュの一発を放つ球崩れ落ちてしまった。ニュートラルコーナーへ。騒然とする会場。レフェリーが様子を伺う。打撃で倒れたわけではありません。ダウンを取るのか、カウントを始めるのか。不能の判断。挑戦者ついに力尽きた。